はい、どうも皆さんこんにちは、モンダレです。それではパワポター3ですね、続きからやっていこうかなと思います。まあ、前回ですね、彼女候補と全員会った、まあもう一人いるんですけど、それはスルーします。まあ、全員会ったということでですね、いや非常にここからですね、バラ色の学園生活が遅れるのではないかと思います。はい、ということでいきなりデートしていきます。いくぜ、デートだ。さあ誰を誘うか。もちろんね、アキラちゃんやっていきます。で、前回街に行ったので、そうだな、映画館大丈夫かな。ちょっと待ってくださいね。パワポタさん、アキラ、あ、彼女でいいや。はい。ね。で、映画館なので、そうですね、まあ、アキラちゃんは、まあまあまあ、行きましょうか、とりあえずは。映画館行きます。現地集合。あー、おー、死神か。そうだな、ちょっとこれは大丈夫かな。あー、覚えてないですよね。あんまり良くない映画でしたね。まだ早い。また新しい一日のスタートか。面白い一日になりゃいいな。キュピーン、皆川先輩。まあ大ボリュームで挨拶しましょうか。おはようございます。おはよう、めっちゃ惹かれてますね。マジドラ君、朝から元気だね。元気よく挨拶するとほんと気持ちいいっすよね。でももう少し小声でも聞こえるよ、みんな見てるし。うるせえ。おう、飯だぞと。うん、またトレーニングか。うん、もうちょい待ってよ。84、85、何のトレーニングしてんだ。あけみ、おい、なに。あきら君、うちの両親たら未だに名前として呼び合ってる。うわー、やだな、なんか。いや、まあ、いや、でも私の両親もそうかな。こいつはトレーニングだから晩飯はいらないだと。なんですって、私が作ったご飯いらないですって。そんなこと言ってないよ。君ね、今日のトレーニング量はちょっとやりすぎよ。体を休めることもスポーツマンには大切よ。オーバーワークは怪我のもとなの、言われてますね。成長期だから少々の無理や大丈夫かもしれないけど、無理しすぎて体が壊れたら甲子園もおしまいよ。確かに。よし、じゃあ飯にしよう。はい、危ないですね。最悪怪我をしますからね。じゃあまたデート行きます。回復っていうか監督の前で練習できないな。じゃあデート行きます。で、またアキラちゃん、まあ公園かな。あー、またこのイベントか。ちょっと待て、まだ早い。あー、マジか。お、お前と野球戦に。野球は楽しいか。いいや、守りがある。あー、少し楽にする。これはですね、いただきます。パワポターですね、操作が非常に難しいので、てかもう無理なので、はっきり言ってちょっとこれは必須ですね。はい、ではまたデート行きます。で、またアキラちゃんですね。やばいね、これデートゲーになってんな。街がいいな。街いいね。来た、買い物に付き合ってよ。おお、ここで待ってろ。え、ウェディングドレス、おい、とっても綺麗。おい、お互い何か思いつつデートでの買い物を堪能した。これは堪能してんな。まあまだ早いかな。はい、クリスマス前に告白する感じでいきます。お、監督びっくり。おお、青春ポイント上昇。また明日でやんす。今日も疲れたな。で、カンニンカンニン、そんな怒らんといてえな。来ましたね、アバター。あれ、そのユニフォームどっかで見たような。あ、バイバイそよ風高校2年のアバターやしや。ボールぶつけてすまんかったな。まあ9とね、同じ時間軸なんですよね。うん、だから、あ、それはもう大丈夫です。俺はマジドレ、アバターさんと同じ野球部です。お、お互い常にユニフォーム着とる。野球バカやな。やっぱりユニフォーム着てんだ。ここでアバターさんは何してたんですか。野球の花はなんやと思う。豪快なホームラン。ちゃうちゃう、変化球変化球。華麗で、変幻自在な変化球で打者をキリキリ舞いさせるのが花や。そうですか。せやけど普通の球を投げていては見向きもされんのが現実。そこでワイはすごい変化球を生み出すため日夜研究中ってわけや。その研究中の球が俺の頭直撃しちゃったわけですか。
だから管理言うとるやんか。ちょっと手が滑ったんや。で変化球ができたのか。それはさすがに敵チームであるお前には教えられんな。確かに言わなきゃいいや。まあ対戦で試合で対戦するときはモノゴッツすごい変化球を見せたるさかい。楽しみな。でアバタさんに会いました。まあアバタさんは本当に変化球がすごい好きですからね。まあ、どんな変化球が来るかちょっと楽しみですね。まあ、つってないんで分かるんだけどね。はい、デート行きます。アキラちゃんで多分もう一回のチップなんだよな。で公園もね良くないんですよね。ということで遊園地行きます。遊園地家族できたよね。おお、そうなんだ、いいね。あの頃思い出すな。さあ今日はどこで遊ぼうか。そうですね、そうだな、絶叫マシーン。そうですね、まあ絶叫マシーンでもいいかな。まあ絶叫マシーンだとコツがつくんですけど、いや観覧車にしとくか、無難に。はい、観覧車。うわー並んでるか、しょうがないですね。じゃあ、まあ、絶叫マシーンしかないか。うわー並んでる。じゃあお化け屋敷、お化け屋敷に入ろうぜ。あっちのに乗らない。ははん、さては顔見たら怖いんだな。じゃあ行こうよ、怖くないだろう。キャー、おお、俺をギュッと掴んで子猫のように呼べる神寺の意外な一面を見た。いいね、ちょっぴり上がりました。でこれはまだ早いと。よし、じゃあまた監督いないか。監督いないんでまたデート行きますか。クリスマスに間に合わないのが一番怖いんでね。じゃあ街行きます。街ブラブラで、これ同じイベントですね。で、また帰ります。スタメン。で、まあ、入れないか。まあ、ですよね。で、監督。で、お、いいね。走塁にいる。で、わーわーと。まあ、これ大体負けるんでね、1回戦で。おー、応援団に血がある。これぞ、高校野球だ。血が騒ぐでやんすね。しかし、できればベンチでこの興奮味って、わー、痛かったよね、と。さあ勝てるのか。パワフル第3 vs 暁大付属、頑張れ頑張れ。ああ負けてしまう。太田先輩の打席ディアンス、さあどうでしょうか。千歳くんに変わりました。碇くん、ピッチャー碇くん。やっぱり千歳いますね、この頃。で碇ってまさか、なんでも1年生投手みたいディアンス。全く僕の出番があるとは思わなかったよ。来い、じゃあ行くよ。ストライク2。何、ストライク、バッターアウト。大田さんが空振り三振になって、全集合。今年の夏の都道府県大会は残念な結果に終わった。最後に3年を代表してキャプテンの太田から挨拶をしてもらうと。わしは卒業後は家業を継ぐことに決めた。来週からは店長研修だと。大学進学はしない。公式戦は今回が最後だ。野球部の夢はお前たちに託したぞ。で、皆川さんがキャプテンになると。お前の努力はキャプテンにふさわしい、やってくれな。はい、全力で頑張らせていただきます。はい、でレギュラー目指すぜと。じゃあここまでセーブしていきます。いいね、やっぱみんな気合入ると、まあこれぞパワプロって感じですよね。そういえばもうすぐ、あ、合宿だった。そういえば参考野球部の合宿は血のしょんべんが出るぐらい厳しい。夜の素振りを444回するとお化けが出るって噂でやんす。666じゃないんだね、666じゃないんだね。行く前に嫌な話を聞いちゃったなと。監督と夏の合宿について話し合っていたところ、あ、もう噂聞いてるのか。去年僕なんかご飯が喉を通らなかったからね。今年は例年以上に大変になるかもしれない。いわゆる監督は本気で甲子園を狙ってる。なるほど。メニューのサンプルを見せられたところさ、超地獄の特訓夏って言うんだ。地獄面に超がつくとは。名前を聞くだけで大変そう。パズドラみたいになってますね。パズドラのダンジョンですね、これは。それに夏ってことはもしかして、あ、なるほどね、秋とか冬のバージョン。
うわー怖いね。で意見を聞かせてくれ。いや、やるでしょこれは。はい、やりましょう。そうだと思います。ありがとう、マジル君。監督と相談してみる。去年以上に厳しく。なんでもマジドルもそれに賛成したってわざわざで。ああ、あっという間に合宿の日。プロもたまに使う地方球場での練習を行うと。練習機材を運んで、準備完了だね。合宿の練習はいつも以上に厳しい。怪我にはくっつけろ。ということでやっていきましょう。あ、てか7月4週からか。ちょっとミスったな。8月1週からだと思ってましたね。すいませんね、申し訳ない。で、あーと矢部くんいるんで、ここ行きます。で、体力の消費量分をちょっと上がってますね。まあ、でも休みます。はい。矢部くんあれ。なんやなんや、せっかく先輩が来たっちゅうのに出迎えもなしな。先輩だって、監督呼んでくるでやんす。あ、どうも、今監督やってる篠田です。あ、監督さん、たまたま近くに来たら、三高野球部が合宿してるっちゅうから来ましてん。お前、古株有志って言いますね。その昔三高野球部の主将してまして、甲子園にも出たことあるんですね。甲子園ですか？ってことは三高野球部の黄金期の。それはそれは。で、どないですの？今年の野球部は強いんでっか？期待してますが、甲子園行くにはものすごい強敵がおりましてね。暁大付属でしたろ。よっしゃ、今日はワイが練習を見てあげますわ。ちょうど今日用事で出かける予定だった。何するつもりだ。遊び行くつもりか。で、お願いしますと。よっしゃ、それじゃあ三高名物地獄の菊で。こんなんて伝説の練習と。本当はそんなに厳しい練習ではなかったが、あ、同窓会のためにイメージが強化され、今では本当の地獄の練習に近い。なんだそれ。あの近距離で補給するのは無理があるでやんすよ。のほほんとした顔。行くぞ。どうだ、さあ取れるか。最後に地獄のマシンガン十分の奥やってみるか。全部取れた、褒めてやるわ。怪我したら責任取れん。やってやろうじゃねえか。いけるか。おお、こんな、ね、あ、後輩に同じことやってやる。いや、まあやる気下がったけど、これなかなか鬼畜だな。こいつも鬼畜な先輩になりますね。監督はいないから、打撃いきます。打撃じゃねえ、筋力練習いきます。多分次で終わるかな。じゃあ、あー、いきます。まるで野球マシーンだね俺たち。英語で言うと We are 野球マシーンだ。野球が英語じゃないでやんす。野球でやんす。やばいなこいつら。ダメだこいつらは。まあそれだけ練習で疲れてるってことでやんすね。はい。いや、これやばいね。野球っていう英語も分かってないですね。野球らしいですね。これ、パワーポケテントいい勝負じゃないか、もしかしたら。で、休みます。5本、楽しかった夏の合宿もあっという間に最後の日を迎えた。最後まで全員参加とはいかなかったが、わしは満足している。俺のことだ。以上ですね、監督。みんな疲れてるだろうから、この辺りにしておくか。で、10月3週まで頑張ると。はい。あ、監督評価なかった。まあ休んだからね、すいませんね。おお、なんか気づかれた。おお、え、何、正確で素早い送球やってみましょう。うぐ、うわー、殺された。で、暁、ただ向こうはそう思ってないけどね。現実は厳しい。だからこそ情報を集めて戦力を立てる。そして勝つ、頼んだよ。で、暁を偵察しに行きますと。ここが暁大付属か。立派な校舎だな。すげえ立派だな。暁ってこんな立派なの。まあ、大学の付属だからか。カキーン、カキーン。ほら、気合が足らんぞ。すごいね、出さすがだ。あれ、前から来るのは？まったく、トイレにゆっくり入ってる暇もない。来ましたね、本物のテーマ。あ、お前は中学の軟式大会で僕から唯一本物だったマジトレじゃないか。そうか、イカイってやっぱりあのイカリマンマだったのか。それに反感すると、君はパワフル第三高校の野球部みたいだね。おお、そうとも。偵察ってわけだね。偵察じゃない、視察だ。自分でも違いがわからないが、勢いで叫んでしまった。
別にどっちでもいいよ。まあちょうどいい機会だから見せてもらうよ。君があれからどのくらい腕を上げたのか。僕と勝負だ。で、マグレカだ。ストライク、バッターアウト。さすが GK スイカリ。やっぱ中学時代なんか関係ないよな。ああ、まるでレベルが違う。はあ、はあ、ということだ。今からミーティングなので、君は帰ってくれたまえ。次はお前に勝ってみせるぞ。でも、イカリは気づくんですよね。しかし、イカリ、お前あんな素人同然のやつに以前負けたって信じらんないよ。ああ。高さことずれたスイングだったが、タイミングはホームランだった。なるほど。これから面白くなりそうだ。で、イカリと会いました。まあね、やっぱね、イカリとライバルって、なんだかんだ熱いですよね、パワープロシリーズは。やっぱイカリとライバルの作品好きだな。結局。結局イカリって感じですよね。まあ、いろいろあったけどね、友沢がライバルとかも、いろいろありましたけど、やっぱりイカリだよなって感じですよね。じゃあ、デート行きまーす。で、アキラちゃんですね。公園怖いなあ。んま行きたくないな。映画館行きますか。さあ何の映画だ。 SF 未来博物館。あーダメか。この子基本ダメだな映画で。監督がいないか。いないのでまた行きますか。デート街かな。安定なんだけどな。公園行きますか。おお、盛り上がった。いいね、今回成功で休みます。ちょっと評価いまいちだな。でね、評価ね乗ってないんですよね。彼女評価乗ってればね、いろいろ分かるんですけど。課金玉そっちに行ったでやんすよ。いや俺が危ないでやんす。ギャブ、うわー、おい、俺が声かけたんだから俺に任せろよ。俺の方が近かったんだから俺に任せるべきだろう。む、ちょっとトイレに。今日こそこれで、あ、今日はこれで上がりんか。この二人仲がいいニャンスね。おい、なんだよ。なんでやることなすことお前と被るんだよ。そりゃこっちのセリフだ。真似してるんだったらやめてくれよな。打ち合わせもなしにあんな完璧に合わせるなんて無理だろう。なぜだろうな。うむー、でやる気なくなったと。継承選手の1回目のイベントですね。そろそろ始まりますよ。でドラフトで、もちろん誰も選ばれない。密かに期待して見ていたが、世の中そんな甘くないな。ガハハと何を言ってるんでしょうかね。太田先輩は影を継がなきゃいけないですもんね。あ、でスポーツ用品店ですね。はい。でパワリン、いいね。で、パーリン、今のムーンかい。今のムーンかい。まあそうなんですよね。これ、アイテム欄がないから、今飲むしかないっていう。じゃあ、今回は、この辺で終了させていただきましょうかね。はい。じゃあ、今回、この辺で終了させていただきます。それでは皆さん、お疲れ様でした。さよなら。